さてさて、前回に続きフォールアウトシェルターオンラインをやっていきます。はい、前回やったサソリを倒したことによりクエストの機能が追加されたようですな。どんどんチュートリアルを進めていってるわけですね。シーヤだったか、さっき倒してたの。まだ住民とそんなに仲良くないからよくわかんねえや。だらだらね、やって復興度を上げていきましょう。復興度って要はレベルみたいなもんだと思っております。レストランに人を配置しましたが、飲んだくれてますな。働けと。でも大急ぎで飲み出したな。なんだこいつ。でも一応仕事をしてるらしいです。で、食べ物があると訓練ができると。住民が強くなると。そういうわけですね。クエストを終わったら、報酬をちゃんともらう。もともと簡単なやつなんだけどねみたいな。一応合格にはするけど、また優しくして、優しくしてよ。その名前をね、間違えました。ボルトの名前だと思ったら、わし自身の名前でよかった。ハウスを消したい。ちなみに名前を変えるには、さっき報酬でもらったヌカコーラクアンタム、これが200必要です。もう絶望ですな。頑張っていくしかない。金のランチパック、ランチボックス、いいものが入ってるに違いない。人が入ってることもある。お、今日は順調だ。監督官候補もよくやっているようだ。システムオールグリーン、テラフォーミング装置の履歴も。お、なんだこれは。これはまずい。早く止めないと。なんかあった？あと数分しかない。ボルトが大変なことになるから早くなんとかしないとって。みんな許してくれって。なんだ、いなくなった。あれ、おっさん、監督官、さらばだ。ボルトのみんな無事を祈るよ。夢の中にいたあなたは鳴り響くサイレンに目を覚ます。驚いたあなたは慌てて部屋を飛び出し、状況を確認しに向かった。そこで目にしたのは全開になっているボルトの扉だった。最終戦争以来一度も開かれることのなかったボルトの扉が無防備に開いているではないか。危機的状況だ。あなたは監督官オフィスに向かうが、そこはもぬけの殻だった。さらに最悪なことに、肝心なテラフォーミング装置も見当たらない。そして監督官オフィスには監督官が急いで書き留めたであろうメモが残されていた。現在をもって君をボルトの監督官に任命する。時を同じくしてボルトの外には招かれざる客の姿。ああ、監督官どこ行ったんだろうね。ボルトを引き継ぐのはルーキーだし、もう無理よ。終わりだわ。誰か来た。カービィ。フォールアウト4に出てきたブレストン・カービィですね。ガービィですね。ミニッツメンだって。やった！じゃあ安心だ。困っていることがあればできる限り助けになろう。
お、仲間のスタージェス、スタージェスもいるんだね。あれはスタージェスか。エンジニアだからきっと役に立てるだろう。エンジニアリングのことなら俺に任せてくれ。カービィは周囲を巡回してくるからってことだね。スタージェスがなんとかしてくれるんだ、いろいろ。すごい物騒なもん持ってるからな。疑われてもしょうがないじゃないか。あ、扉のチェックしてんだね。扉本体は壊されてないが、電気回路には焼かれた跡がある。大した問題じゃないので、すぐに直せるんだって。よかったね。念のため、扉を一回アップグレードした方がいいと思うって。はい、わかりました。お、早いな、もう直したの。喋りながら？すごいな。アップグレードしましょう。あ、理屈はいらねえってかっこいい。この男は頼れそうねって。お、住むところがないから住むとこ作れって。はい、作ったよ。作った作った。あ、外に道があるって？代わりに説明してやるよ。このボルトを発見したとき、ここには隠れた小道が一つだけあって、近くにあるサンクチュアリヒルズと繋がっていることに気づいたんだ。道は一個しかないんだね。お、ガービーお帰り。必ずサンクチュアリヒルズに向かうと。だからそこを探した方がいいって。おー、他に道がないんだ。お、行くとなったら、ついてきてくれる？本当、やったね、心強いよ。なんだよ。お、マップ機能が解放された。よーし、これで、ウェイストランドのあちこちに行けるようになるわけだね。元監督官を探すため、そしてウェイストランド中で資源を収集するために、あなたは安全なボルトから外に、探索チームを派遣することにした。荒廃し危険に満ちたウェイストランドで何が我々を待ち構えているだろうか。